徳さんです。本日は我がアッパレのチームメイトを紹介したいと思います。そのメンバーはほいこちらのダーオカです。このダーオカとは実はアッパレ加入時期が一緒なんですよね。なのでもうかれこれ 4,5 年ぐらいずっと一緒に野球やってきてるんですが、この選手素晴らしいんです。何が素晴らしいというのは動画の中で紹介するんですけれども、野球って9人いるじゃないですか。その中の主役っていうのは1番バッターとかクリーンナップとか、またはエースピッチャーとか抑えとかいろいろあると思うんですけども、僕が思うに野球においてとても重要な役割を果たすのはスーパー脇役だと思ってるんです。そのスーパー脇役の担い手がこのダーオカ。ぜひ皆さんご注目してみていただきたいと思っております。エンディングでは今日はスパイクのご紹介をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは VTR どうぞ。はい、こちらの選手がダーオカです。この選手の特徴としましては、小技ができる、そして進塁打等も厭わない犠牲心、何よりも、走塁技術はチームでナンバーワンです。そして、チャンスの場面でも、小技を効かせながら小僧の一打を放てるという形で非常に貴重な戦力です。はい、このような形で甘い球はしっかりと小屋まで運ぶ力を持っております。そして先日の試合でもこんな一打がありました。はい、低めの変化球をうまく払ってレフト前ヒット。9番バッター今任せてるんですけども、9番らしからぬバッティングをしっかりと見せてくれるあたり、やっぱりさすがですね。そして何よりも打った後の走塁に注目してください。レフト前ヒットです。この瞬間、このダーオカは二塁に行けると言ってギアを上げて二塁セーフ。この走塁っていうのはですね、やっぱ判断力そして勇気、両方兼ね備えてないとやっぱできません。素晴らしい走塁です。はい、というわけで、本日はダーオカの紹介をいたしました。本当に彼はどんな打順でも順応しますし、チームのために、自分の役割を全うするという姿勢に関しては僕も見習うべき点が多々あります。皆さんどうぞお見知りおきをお願いいたします。ここから私の使っている道具紹介に移ってまいりたいと思います。コメント欄とかツイッターとか本当に数多く、徳さん何使ってるんですかとか、いただいてるので、ちょっとまたお時間いただいて今日はスパイクの紹介したいと思います。私が今シーズン使ってるスパイクはこちらです。ほい、アディダスさんのスパイクなんですけども、これなぜ使ってるかというと、ビビるぐらい軽いんですよ。これむちゃくちゃ軽くて足にもすごいフィットするんで、すごくね好きですこのスパイクで。僕もともと現役時代からそうなんですけど、腰痛持ちで、実はで金具のスパイクってやっぱり負担がかかるんで、イボのスパイク、それもアディダスさんだったんですけど、軽いのでね、これは金具でも本当に軽くて、これちょっと極端かもしれないですけど、でも足袋履いてるみたいな、それぐらい足にもフィットするんで、フットワークもそうですし、走る時もそうですし、何ら負担を感じないんですよね。試合後の腰への負担とか下半身の疲労感、これも全然違います。これに変えてからね、このスパイク兄貴もめっちゃ気に入ってて、めっちゃ軽いわーなんて言いながらマウンドで楽しそうに投げてるのでね、みんなお気に入りの、何人か履いてるんじゃないかなね、お気に入りの商品だということで言ってました。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。チャンネル登録、コメント欄の質問、まだまだお待ちしております。以上、徳さん TV でした。ほいほい。